確か。そうですか、中達が追放。これで義の宗英の側近にはさしたる知恵者はいなくなりましたな。上将殿、まるで予定通りというようなお顔ですが、もしかすると中達が追放されるように手を回したのは上将殿なのでは。私はただきっかけを与えただけにすぎません。中達にはすでに追放されるだけの材料が揃っていたのです。それはそうかもしれません。しかしよくもそこまで。趙雲殿、ことは急がなければなりません。放っておけば義は強大になるばかりです。はあ、しかし中達が追放された今はそう慌てなくとも。いえ、だからこそ義を叩くのは今しかないのです。中達は必ず返り咲きます。それもおそらく近いうちに。上将殿。上将殿がそんなにことをお急ぎになるのは、もしかすると上将殿の星のせいではないのですか。上将殿の星、まさか上将殿。いかにも私の星にいささか強運の兆しがあります。そんな、私はただ冗談のつもりで。いやいや、ご心配なく。私はまだまだ死にはしません。ただ人には皆勝負時というものがある。私の勝負時は今なのです。今では、いよいよ義と対決を。そうです、もはや猶予はなりません。義討伐の機は熟したのです。え、長所殿。義討伐、何度その言葉を大声で叫びたかったか。上将殿、もちろん私も連れて行っていただけるのでしょうな。私も。お二人とも攻めの要です。かたじけない。いよいよか、いよいよ義と決戦か。それで出陣は明日の朝です。明日。下級のことゆえ陛下にお会いするいとまがない。すまぬが、これをお渡し願えんか。信良、慎みて申す。先帝官室最高の大業を起こした玉石が中道にして行かれ、今天下三分して益州疲弊甚だしく、まことに気球存亡の時なり。しかれども自衛の信朝廷にありて忠勤に励み、忠義の死信を忘れて辺境の地に優先するは、けだし先帝が主遇を思い、これを陛下に報いんと欲すればなり。信は元備戦の身にして、南洋に自ら能を営み、栄達を求めんとして諸侯に使うることをなさず、しかるに先帝信が備戦なるをも顧みず、かたじけなくも尊き恩義をもって三度僧侶を唱われ、官室復興の大事を始終せらる。よって信その意気に感じ、先帝が御ために奔走せんことを誓え。後敗北にあいて命を敗軍のさなかに受け、避難の間を奔走しており、すでに21年を得たり、先帝ことのほか信を信任したまい、法御にあたり信に大事を託さる。命を受けてよりこの方、信任に背きて先帝が名官を傷つけんことを恐れ、朝夕心を砕き、よって5月露水を渡り深く不毛の地に入れり、今南方すでに平定し、軍勢すでに足る。
まさに三軍を率いて北征し、中原を平定すべし、真飛力を尽くし、義を除き、官室を再興して旧都に観光をこわんと願う。これ真が先帝に報い、陛下に忠をいたす務めなり。願わくは陛下、真に託するに盗賊降伏のことをもってし、こうあらざる時は真を積みして、もって先帝の礼に告げよ。真陛下がご幸運をかたじけのうして感謝に絶えず、今遠く離れんとしてこれをそうするにあたり、涙激しくして言うところを知らず。さあ、いよいよ孔明さんも天下平定に乗り出してきました。思えば長い道のりやったね。それにしてもあの孔明さんちゅうしたは本当に偉い人物ですね。玄徳さんの昔の恩をですね、片時も忘れたことがないという。しかしあのちょっと気になるのが、あの例の天文を見た時の孔明さんやったね。それやがな、ね、天文でいろんな人の強運を見抜いてきたあの人が、今度はですねとうとう自分の強運にぶつかってしまったという、これはちょっと悲劇です。まあ、けどそれを隠して若い龍禅を助けるために自ら義討伐に乗り出す、男やね。男やね、本当にね、爪の中でも煎じてお前ね。爪の中でも煎じてお前に作ってもらって俺飲みたい。さて、義との対戦に持ち込んだ孔明さんの運命やいかに。それは来週のお楽しみ。 NHK 人形劇読み切り三国志、本日はこれまで。